こんばんは。むっちゃんさん、なんにしさん、2164さん、ふっくさん、ピーマンさん、フラペチーノさん、ひょうさん、なっぱさん、よんぱちさん、とよちゃんさん、もんもんさん、ハローさん、よくにの母ちゃんさん、やまちさん、まっちゃんさん、よしゾンビさん、たむたむさん、カピバラさん、マスオさん、なおなおさん、ちょうちゃんさん、ダンクさん、トムトムさん、松本ひろしさん、飯田ひろゆきさん、まさとさん、しんちゃんさん、ゆうじさん、あかちゃんさん、ふうくんさん、たっくんさん、まつつさん、中さちさん、はーださん、ごふくさん、エステモンさん、ピーマンさん、あっちゃんさん、赤山フラーさん、ラウリさん、キャベツネタビさん、やすべさん、ジュジュさん、他にもいっぱい、こんばんは。とよちゃんさん、お疲れ、ありがとうございます。やまちさん、かわいい、ありがとうございます。むっちゃんさん、バラ、ありがとうございます。こんばんは。皆さん、今日はありがとうございました。うん、安部さん、じゅんじゅうさん、大きな小豚さん、ミニバードさん、ゆずちゃさん、ティンさん、まるひろさん、キッチンさん、クロちゃんさん、こんばんは。キンバーガーさん、ルームフォローしました、ありがとうございます。マスオさん、50カウントありがとうございます。黒髪さん、くんしずきさん、かきひこさん、あっきさん、こんばんは。いけなかったか、オンデマ見てて、おお、ありがとうございます。楽しかったでね、めっちゃ楽しかったですよ、ありがとうございます。そう、ミニスタジオはね、今日の一番最初だったんですよ。応援ありがとう。 OK、 こんばんは。みんな、ちょうちゃんさん、お疲れ、ありがとうございます。ゆうじさん、50カウントありがとうございます。あっきさん、まるひろさん、なべちゃんさん、ちょっとこれさ、名前を読んでいたらあのあれになっちゃうので、なんかコメントが読めなくなっちゃうので、皆さんこんばんはにしますね。皆さんこんばんは、読める日は読むんですけど、今日はいっぱいコメント読みたいと思います。そう、割愛っていうん、そう、それにします。皆さんこんばんはって思ってます。皆さんにこんばんはって思ってますよ。おさいでさん、お疲れ、ありがとうございます。うちは池田とユラ見つけてくれてありがとうって。池田、え、待って、わかるよ、ユラね、めっちゃ結構ね見つけたんですよ今日。っていうかめっちゃいてくれて、え、そう、めっちゃいてくれてね、ゆらのうちわとかペンライトの色の人が、え、なんかでもなんか最初はなんかそう、ファンの方が、そのゆらのファンの方がそのやってくれるっていう噂を聞きまして、え、すごいってなった。本当にありがとうございます、皆さん嬉しい。ヒアリンハットさん、音符ありがとうございます。うん、あ、
ゆめのちゃん楽しかったって、ありがとう。そう、見つけたよ、見つけた。てか見つけた人めっちゃ多いんですけど。おほほ、やばいよ。なんかね、本当になんか青と白にしてくださいみたいな、1曲目オーバーチュアと1曲目をなんか青と白にしてくださいみたいなやつをやってくれてて、へーと思って、も本当に嬉しかった、ありがとうございますね。なんかもうさ、出た瞬間さ、皆さんやってくれてて、でなんかもうね、ユラのソロみたいな感じの見え方になってた。なんかそう、あ、ソロ公演したらこういう風になるんだろうなみたいな思った、あれを見て。いいなってなりました。めっちゃ嬉しかった、その気分を味わえて嬉しいありがとうございます。嬉しかったですよ。でその時は結構もう本当にほぼ全員の方がねやってくれてたんですよ、青と白に。もう本当にマジでなんか本当に青と白で、もう瀬戸内みたいな言ったんですけど、 MC でそう、なんか瀬戸内みたいな感じだったんですよ。そうでね、そうで、なんかすごくってめっちゃすごいと思ったんですけど、まあその後は皆さん結構まあ自分のね推しの子のペンライトって感じだったんですけど、なんかそれでも結構青と白が結構見えて、なんかあれは気のせいではないと思うんですけど、コンタカさんバラありがとうございます。そうマジでさ、そうなんですよ。なんかあの色が目立つんかな、青と白が、分からんけど、すっごいね、結構ね、あ、いっぱいいてくれてるって思った。そう、いっぱいいてくれてるって思いましたよ。ほんまにすごい綺麗だったんですよ。嬉しかった。多分ね、それを皆さんがやってくれたおかげもあり、今日は影穴だったんですけど、あいこじとゆらで影穴だったんですけど、皆さんのそれおかげでもある気がして、ありがとうございます。で、そう、めっちゃ嬉しい、楽しかったんですよ、ね、皆さんぜひ、そう、お話し会も来てください。こんばんは、ただいま公園から帰宅ですって。おー、ありがとうございます。どこの公園に行ったんだろう。超嬉しかった。みんないっぱいありがとうございます。青と白で応援して、え、本当ですか。ごっちゃんさん会場いてくださいましたか。ありがとうございます。そう、次クワトロもある、クワトロもあるで、楽しみ。あ、たむたむさん、ゼッキーありがとうございます。ちょっと書きます、書きますとか言って、向こうに紙が、ちょっと待ってね、持ってこようかな、ちょっと持ってきますね、ちょっと待って、よいしょ
いしょ、痛っ、戻りました。戻ったよ、戻ったよ、ありがとうございます。タムタムさん書きますね。松瀬さん笑い、ありがとうございます。やっと会えて嬉しかったね、嬉しい。そう、多分ね、あのゆらの今日ね、女のファンの方、女性のファンの方も来てくださっていて、そしたらね、メンバーにね、多分ね、絶対ね、ゆめのちゃんのことだと思うんですけれども、ね、あのね、なんか池田ちゃんのファンってなんか可愛い女の子何人かいないみたいな、そうそう言ってくれたんですよ、メンバー。池田ちゃんのファン何人か可愛い女の子いるよねみたいな、そうなんよって言ったそうなんよって言った。そう、嬉しかった。原田さん59ありがとうございます。ぶっちゃんさんも59ありがとうございます。キューちゃんさん、豆知師匠さん、こんばんは。あ、待って、なんかこんばんは言ってしまってる、ごめんなさいね。まあこんばんは皆さん、癖ですねこれは。今日見てたよって、お、現地でですか、マジ。同い話か、4月18日、ありがとうございます、嬉しいって。そうなんよ、そう、すぐ分かりましたよ。そう、でもなんかゆらのファンの方ってなんかいっぱい、あのね、いろんな方が いろんな年代とか、まあ男性の方も女性の方もいて、鼻風邪治ったのかなって、もうね、今多分ね最上級に悪いよマジだって息できてないもん、息できてないんだよゆら、マジで口呼吸なんですよずっと、もうしんどくって、老若にゃん男女、そう、それ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 です、嬉しいです。スケッチブックとペン、え、本当ですか、え、誰のファンの方だろう、ペロさん、ペロさん、安部さんが19ありがとうございます。安部さんバラありがとうございます。やばい、本当に今帰るって、投資って全部見てたんですか、マジ、え、全部の公演行ったんですかそう、サイレム超綺麗なんだ、すごかった、ありがとうございます。そう、あ、たいちゃんさん59ありがとうございます。そう、配信で見てくれた方もありがとうございます、本当に。そう、ゆらね、さっきまで寝てたんですよね帰ってきてすぐ寝てたんですよ、もうね、めっちゃ疲れて、帰っ、あの、そうで寝ました。したらもうこんなぐらいの時間になっててびっくりした。だいたいね、何時ぐらいかな、3時とかぐらいから寝てて、気づいたら5時間ぐらいは寝てましたね。みんなが緊張感そうで、そう、超みんな緊張する緊張するって、なんかいつも以上に言っとった。伊豆茶さん59ありがとうございます。そう、暑い、なんか息が、そう、水分取りますよ、このなんかちゃんとこういうやつで、
そう、さこちゃんも眠いってなってた。帰りも寝てた。栄養しっかり、水分、ありがとうございます。パンが一番疲れないし、あやパンにね、ゆらが一番緊張しいって言われたんですけど、今日 MC で言われたんですけども、でも絶対みんなも緊張しいだよって思ったよ、ゆらは。だから今日多分ゆらが一番緊張してなかった気がするよ、ゆら。あ、でもそれはないかも。さこちゃんが一番緊張してなかった気がするな。でゆらから見たら一番緊張しとったのは、え、誰やろうな、誰だろうな、一番緊張、え、でも絶対あやぱんとかあやこじとかじゃない、今日なんかって気がした、ゆらは。でその後にまあタムかゆらが、まあどっちかな、分からんみたいな感じで、でも圧倒的になんか平常心はさこちゃんって感じな気がせん。てかまあ みんな緊張してたんですよ今日は。なんかそう、みんな緊張してた。ほっぺ赤いよね、わかる？え、これさ、配信越しでもわかる。なんかね、普通ね、こういう配信ってなんかゆら的に思うのがね、結構まだこう映るのがマシになるんですよ、いつも。そう、久々にあの光景、もうやばかった、めっちゃ緊張したけど、それでほっぺをなんかしみさらこういうことようやろったくない、ショールームこうやって知っとる、知っとる人知ってる、治った、これしみさらとお揃いなんですよ、たまたまお揃いだった、すごくない？消したい。色はねちょっと違ったけどね、このね種類はねお揃いだった。ピピ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 ピ、そう、おそろっち、おそろっちって感じねえ、始めたら早くね会いたい、ほんまにゆらはそうって思ってるよね、元気してるかな。あ、ねえ、ふうにいさんって今日来てたでしょ、見えましたよ私。ふうにいさんってタム吉のファンの方、なんかあのミニスタジオのイベントにも来てくれてた、覚えてます、なんかすごいインパクトが強くてインパクトがすごい強くてゆらすごい覚えてる、すごい覚えてますよ。え、わかるよ、こっち側にいたねえ聞いて、ちょっとさ、ちょっと待って、なんか曇ってる、え、なんかちょっと聞いてください、ちょっとさゆら、あのイベント、スペシャルイベントだっけ、なんだっけ、そうそう、なんかその修学旅行みたいなやつに、あ、来てくれてる方だみたいな思ったんですよね、そう見つけて、そう、あ、今日も当たったんだと思って、え、そしたらさ、なんかゆらとあいこじが MC しとる時にパッてさ、あっこら辺のエリアを見たらさ、なんか下向いとった気がしたよね、下か横か見とって、待ってこっち見てって思った私今喋ってるから見てよって思ったけど、そう、まあその時たまたまかもしれない。
さんお疲れありがとうございます。歌唱力で気になりましたって。あやこさん、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ゆらの気のせいかもしれんけど、え、下向いた、横向いたみたいな、なんかそういうのがあった。そう、結構見えてるからほんまに。そう、まあ楽しかったですよ今日は。生ソロを聞けてよかった。ありがとうございます。今日は一人一人チェックして、うん、なんかある程度なんか、あ、ヒロのうちの人だって前の辺の方を結構見つけて、で、あ、後ろの方はどこにいるかなと思って見てたら、結構ね後ろにもねいてくれてたんですよね、青と白。嬉しかったんですよ。まあ、もしかしたらそのミニスタジオが見たくて見に来てくれた方で、その今日はゆらのペンライトの色で合わせてくれたからそのままにしてくれてた方かもしれないけど、その別にゆら推しとかじゃなくてっていう人かもしれんけど、そう、でもね嬉しかったよ。もう本番前ね、もうほんと死ぬほど鼻を噛みましたね。死ぬほど鼻を噛んで出たんですけど、本当にあったね、あったね。あ、皆さん聞いて、これね、この服あるじゃないですか、このリボンイエーイみたいな服、このリボンイエーイみたいな服がね、たまたまヤヨちゃんと一緒だったんですよ。やばくない？やばくない？やばくない？嬉しいと思ってね、今度ね絶対合わせてきたい、二人で一緒に、絶対絶対。やっぱ可愛いよねこれ、嬉しいな。だから絶対一緒に着るっていうね話をしたね、ヤヨちゃんと今日もね話した。ヤヨもその話、え、マジで？そうなんよ、絶対一緒に来たい。そう、ヤヨちゃんと最近めちゃね写真撮るんだ一緒に、嬉しい、嬉しいの。後ろ開けてるから寒くなかった。いやもうゆららはめっちゃ暑いよ、めっちゃ暑いよ。でもみんなが寒かったかもって思うけど、どうでしたか？さあ、あやこじのモフモフも一緒で、ややちゃんともこれが一緒だったっていうね、やばいよね、嬉しい。ぜひ、地味に私はあのローマ字かけます。何の報告？地味に私ってローマ字書けるんですよ、知ってますか？ちょい待ち、みんな、今日は2020年の12月26日。ゆらやよ、ゆらやよ、やよゆら、ゆらやよ、やよゆら。今日も会えた、そのミニスタジオの後に四国だったから。ちょっと鼻かんでいいですか？ほんと息ができないんでちょっと待ってくださいね。え、待って、ちょっ
今日マジでメイクね取れたよ一瞬で。いや言うよ、え、めっちゃよくない？いや言うよいや言うよら、いや言うよら、もうごちゃごちゃ、いや言うよら。ぶん兄ちゃんさん、お疲れありがとうございます。ゆめのちゃん、かわいい、ありがとうございます。よし、たむたむさんいるかな。いや、よよら、いいいい、年末年始のおすすめの過ごし方って何かありますか。ゆらはもう引きこもる、家に家に引きこもってもずっとゴロ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 で、たまになんか遊びに行ったりする。ゆらもクリスマス前に行きやんの、今来てる。え、マジ？てかヤヨちゃんのファンの方じゃない絶対、カピバラさんって。だってあ、ヤヨちゃんくらいさ、これヤヨちゃんじゃない、青いひまわりのヤヨちゃん。だからね、知ってるんだね猫タイプ、そう、猫はなんだっけ、猫はなんだっけ、猫はこたつで丸くなる。最初の歌詞なんだっけ、あの、お正月、あ、もういくつ寝るとお正月、お正月にはタコをあげて、なんだっけ、お正月にはタコあげて、なんとか一緒に遊びましょう。早く来い来い、お正月、ドンキーって福袋って、え、ドンキーに福袋あるん？クワトロ、あー、みんなクワトロ待ってるよ。まあ結構先なんですけども、まあそうやって言いながらね、言うてね、来るんですよ。雪やコンコン、あられやコンコン、なあ、クワトロ当選しました、イエイイエイ、嬉しいです。ふったんふったん、いやマジで、もうマジで今日は良いお年をって感じだった。なんかもう、なんで、え、なんかさ、ゆらの感覚的にさ、なんかちゃんとこうやってなんか冬の服着とるけどめっちゃ夏なんですよね、わかる？え、なんかさ、今年さめっちゃなんか夏感があるんよ今でも。わかりみ深い人、はーい、なんかさめっちゃなんか夏って感じする。あ、わかる？なんか今夏じゃないみたいな、なんで夏なのになんでこんな寒いみたいな、そういう気持ちになる。わからん、わかってほしい、お願い、誰かわかって。今年ってさ、ゆら的に思うんですけど、あんまり寒くない方な気がするとか言いながら、多分2月とかめっちゃ寒いと思うけど、そう、髪ねまだ切んないんですよ。こんなに伸びたのにね、まだ切んないんですよ。そう、え、今年はかなり寒いって、待って、全然違う、
ユラの体感温度的な感じのやつと。え、違うんだが、なんで？全然寒くないんですけど。なんか寒い、いや寒いんですよ、寒いけど、なんかそんなめっちゃ冬の寒さでもない、最近。なんで？2月8日に合わせた髪切る。いや髪ね、ちょっとね、まあいろいろあってというか、まあなんと言ったらいいんですかって感じなんですけど、髪はなんか多分ね、あんま切んないんですよね今後。まあまあでも結局そうやって言いながら、なんかいろいろ伸びた後に切るかもしれないんですけど、実はねあんまね切りません、今後。実はそうで、パッツも変えたいんですよね、実はね。伸ばすというか、まあ伸ばすんかな、これは。うん、まあそんなめっちゃロングにはする予定はないんですけど、まあ軽く伸ばそうかなと思ってるところでございます。なんか伸ばしたら顔変わりそうじゃない？知らんけど知らんけどね、マジで。なんかねで、あの量が今めっちゃ多いんよ。でそれで量がめっちゃ多くって、でこの状態で今すきたいんよ本当は。でも 今この状態ですいたら多分またショートになるけん、もうちょっと伸びて、そしたら髪の毛の量をすきます。そうなの、だからちょっとみんな早く伸びてって思って、今ね、まあ伸ばしたいっていうところなんですよ今。伸ばしたいっていうところなんです、だからなんかめっちゃここら辺とかにはせんけど、なんかここら辺、ここら辺、ここの骨、ここの骨のところぐらいまでには伸ばしたいかなって思ってるか、骨のとこか、まあ、まあこれぐらい、ここ、ここ、ここ、このあの肩もみされたらおー気持ちいい、ここ、ここっていうところにまで伸ばしたい。っていう感じ今で、量を減らすっていうね。え、すぐ伸びるかな、ちょっとほんまに伸びてほしいんだけど、ゆら。え、高校3年生になるまでには伸びると思う？でも待って、来年高校3年生はさすがに怖い。なれる？なれる？ねえ早く伸びてほしいんだけど。なんか頑張ろっかな、ちょっと伸ばすこと。最高学年です。私は最高学年として皆さんのお手本になるように頑張り、あ、後輩のお手本になるように、高校3年生として、高校3年生は高校1年生、高校2年生の先輩となるので、ちょっとよくわからん。そうだよ、すぐですよ、もうすぐなれるかな。高校3年生には見えないって。確かに、だってそれでさ、また1年すぐ過ぎたらさ、もう学生終了ですよ。やばくない？待って、やだ、やばい。なんかゆらはそういうこ未来が見えん、自分で。なんか自分がなんか20歳とかになった未来が想像できん、ほんまに。そう、ラスト JK、 ラスト JK だから
もっと大人になりたいと思います。え、伸びるスピード早い、マジ。早く伸びてて感じる今。でもなんかいろいろ、あ、また切りたいなと思ったら切るかもしれんけど、とりあえず今は切らないです。でもなんか髪って伸ばすまでがしんどいんですよ、わかる？なんかすっごい切りたくなるんですけど、もうそっから伸びたらね、もうこっちのもんって感じなんですよね。それはわかるんだけど、いつもそこで切ってしまうっていう、諦めちゃう。うちの娘も LJK になるから卒業後の話。おお、ゆなゆなぐらいまで。え、ゆなゆなめっちゃ長くない？いやマジでロング似合わんと思うけん、あのここら辺がいい。この肩もみ、皆さんこうやって肩やって、自分ででこうやってやって、あ、ここめっちゃ凝ってるみたいな、ここら辺まで伸ばしたい。うん、未来は想像できないのは今に言った。やっぱそういうもんか。そういうもんかねえ。みんなちょっとね、今からね、みんなに見せたいものがある。みんなに見せたいものがある。ちょっと待ってね。でもね、どうせまたね、あ、間違えて色塗った。これ違う。待って、なんだっけ、ちょっと待って。あ、みんなに今から見せたいもんがあるんですけど、もう本当に可愛いからマジでビビりますよ。で見せますよ。風のいいねの見せますよ。でれん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 ぺぺーん。ガチじゃない。メタモンだっけこれ、メタモン。メタモン可愛くない？調べて。これミスド？ミスド？これミスドですか？え、可愛すぎみたいな。みんなこれはスクショするしかないですよ。いちご味です。あ、待って、どうしたらいいの？見える？めっちゃ可愛くない？やばくない？じゃあみんな調べて。メタモン、メタモンモン、ミスドって書いて。え、でもミスドって書いてあるけど、ユラはね、あのモスバーガーのところで買ったんですけど。なんで？待って、なんで？ミラ、モスバーガーのところで買ったんですけど。かわいいやつです。メタモン、あ、モスド。マックスたぬきさん、かわいい、ありがとうございます。モスド、これな、かわいいでしょ。じゃーん、やっほー、かわいいやつ食べたいけどって感じ。迷う。目の前に
食べないのって。え、どう思う？どう思う？だってさ、さっきも食べちゃった。今日これ3個目ですよ。朝ごはんにあのポンデリングのチョコを食べて、さっきポンデリングのプリン味を食べて、あ、めっちゃおすすめ。ポンデリングのプリン味めっちゃ美味しかった。なんかいや、プリン味が好きなんだと思う。多分好きな食べ物プリン入ってると思う。で、今からね食べるんだよ。もういい、食べても。3個目マジ、今日生きてて3回食べて、もう2個食べてるんだよ。食べちゃいたいよね、本当に。もういいかな。だってさ、カサカサになるのかわいそうじゃんって思って。でもお腹いっぱいになりそう。なんか、え、待って、中にもかわいいのがおったんですけど。え、4個とかマジ余裕ですよ。いただきます。まあ、夜ご飯食べてないんだよね。これがまあ夜ご飯って思えば。うん、でもゆらはほんとは大のエットをしなきゃいけないんですよ。なんか今日だから焼きも顔からで、え、みんなは、みんなは何派？たい焼きはあの尻尾のところから食べるか、頭から食べるか。ゆらは頭。味は美味しい。え、マジ尻尾の人めっちゃ多くない？なんで？え、そうなの？こんなに？ん？私は脇腹。え、待って、でもそれもわかる。なんかこう、こうやって魚がこう折ったらここら辺から食べる。え、ミラもかも。え、待って、クリーム、尻尾美味しくない？尻尾も美味しい。カリカリ。やばい、めっちゃなんか糖分が体に染みてる。待って、糖分が体に染みてる。美味しい。あっ、なに、マッスーさんに同意って。みんな、なに、尻尾のカリカリを味わって頭のあんこの固めた。ああ、なるほど。いや、逆かも。その逆かも。
近所たい焼き50円めっちゃいいやん。待って、めっちゃさ本当に体に染み込んでいくこの砂糖たち、うまー、美味しい。めっちゃね、ジュワーって、白玉入りのたい焼き、そんなあるの、食べてみたい、食べたい。風邪治れって、ありがとう、マジで。それなんか昨日ね、昨日妹と話してたんですけど、なんか2020年終わるじゃないですか、ね、2020年終わって次2021になるじゃん。で2020ってなんかすごいいいじゃん、なんか2020なんか同じ数字が2個続いてる。でも次同じ数字が並ぶ時にはもう多分生きてないんですよって考えたら、なんか2020年のあと何日かはなんか本当になんか大事に過ごしたい。なんかわかる、なんかこの時代になんか生まれてマジで嬉しい。なんかだってもうね、いないじゃん絶対、いないか、なんかまた違う生まれ変わりになってるか、ユラじゃなくてなんか例えばまあ犬とか鳥とかなんかなってるかもしれないじゃん。いないじゃん絶対2121とか2222とかいないもん。3030だからすごいなと思って、すごくない？だからありがとうって感じ。だって思った。いや考えが変、なんか変わってるかも、なんかそういうことを考えてしまうんですよ。わかる？今日もお客さん何人いるんですかって言って、まあ120だったかな今日、分かんないけど、まあそれぐらいみたいな。したらなんか、あれで、じゃあっていうことは、めっちゃ緊張するじゃん、だって120人いるってことは目が240個あるってことだよみたいな、240個の目がユラの方を向いてるんだよ、めっちゃ緊張するじゃんってなったんですよ。なんかもう考えがさ変なんだって。怖ーってなってもあとね、なんだったあ、昨日ねあの超久々にというか今まで多分見たことなかったんですけど、なんかちっちゃい頃のあのビデオっていうか見たんですよ、家で昨日家族で。やばくない？見たんですよ、やばくない？もうね超面白すぎた。なんかそう、4歳ぐらいのユラが歌ってる動画とかあって、
でなんかテレビの前で踊あのいとこと踊ってるやつとかあって動画が、それを見た。マジやばか、ほんまになんかね、あのねすごかったよ。なんか昨日まず一個見たのは、なんか妹がめっちゃちっちゃいんよ、ほんまに超赤ちゃん、超赤ちゃん、まあちっちゃいんですよ。多分ゆらがその時6歳ぐらいで妹が3歳ぐらいなんですけど、もう妹のことなんか何々ちゃんって言ってこうやって持ってからなんかポーンってやばいやばい、めっちゃこれで妹のこと何々ちゃんって言ってこれ持ってバーンめっちゃすマジでやばかった。あとなんかゆらの誕生日会みたいなやつの動画もあって、なんかここにゆらがおって、でここにあのいつもあの結構ショールームの話にも出てくるあの妹、あの妹ちゃんじゃなくてあのいとちゃん、いとこの同級生の子と、こっち側にそのいとこのお姉ちゃんの方がいたんですよ。イラの同級生の方でお姉ちゃんの方っていうねのがあって、それでユラの誕生日でなんかユラの目の前にケーキがあったんですよね。でそしたらなんかみんなみたいな、もうみんな近づかないでみたいな、ユラがこうやってみんなここにどっちも両方ってこうやってってもうみんな近づかないでってケーキに、なんかその時ユラが好きな小枝ちゃんっていうキャラクターみたいなのがいたんですよ。そうなんかキャラクターみたいなケーキがだをやってもらってたんですよね。それでなんかみんな近づかないでみたいな、そしたらなんかそのいとこがあなたも近づかないでみたいなめっちゃおもろかった、ほんまに。そう、誰の声か分からないけど、いとこかな、違うかもしれん、他の人かもしれんけど、なんかあなたも近づかないでみたいな、もうめっちゃおもろい、もうめっちゃなんかすごいなって思ったすごすぎた。でさ、何年だったっけな、ゆらが4歳ぐらいにのちょうど昨日、ちょうど何年か前の昨日12月25日にケーキを作ってたんですよ。でその動画があって見たんですよ。そしたらその時の方がケーキ作るの上手だったんですよこれマジで妹も言っとった、えこん、お、ね、姉ちゃんこの時の方がケーキ作るの上手くないみたいな言われて、確かに見たけどそうだった、やばい、マジですごかった。なんかでもその時でもやっぱり食べてた、ずっとなんかケーキの上にもうなんかいろいろフルーツ乗せてんのにそれを食べてた、もう変わってないなと思った、やっぱ人って変わってない、10年ぐらい経ってもそうさん、バラありがとうございます、頑張ってください、お仕事。そう、やばくない、でもやばいなと思ったマジで、できたとか言って、でここのポイントは何ですかとかお母さんが言ったら、ポイントはなんかケーキの間にイチゴが挟まってるところみたいな、めっちゃちゃんと答えてた、めっちゃおもろかったなんかあとね、保育園幼稚園みたいなところでなんか発表会やっててなんかあのあれとかあったよ、発表会やってて、あのゆらが3匹の子豚の役でなんかトントントン、あー家ができたみたいな
言った後にその後のセリフで、ああもう早くお腹が空いたから食べたいよみたいな他の人はそんなセリフ言ってないのに、なんかゆらだけそういうなんか食べ物のセリフだった。なんか丈夫な家ができたとかそういうのじゃなくて、なんか、はあ早くお腹が空いたから食べたいよみたいな、家ができた後になんでゆらこのセリフなんじゃろうって思ったもん昨日見てめっちゃおもろい。そう、いやマジでみんなにも見てほしいってかレベル、本当にマジでみんなに見てほしい。狼役じゃなかったよ、なんか豚役だった3匹の子豚のなんか、ま、あの2番目ぐらいの役で、トントントン、やったーお家ができたーみたいなやってた。でもその時の記憶あるよゆら、3匹の子豚をやったという記憶が、しかもめっちゃ誕生日が近かったからすごい覚えてる。あと何の動画があったかな、あなんかクリスマスプレゼントが届いた時の反応とかあった。あとなんかサンタさんを呼ぶためになんかクラッカー、なんかゆらの家ってなんかあの天井に窓があって、でそっからなんかサンタさんが入るんだよみたいな、サンタさんがそっから持ってきてくれるんだよみたいなちっちゃい頃言われてて、なんかそこに向かってなんかクラッカーやるみたいな動画もあったなんかそこに向かってサンタさんここだよパーンみたいな、そうっていう動画もあった。あとね、あなんか4歳の時にねジングルベルを歌ってたんですよ。ジングルベルジングルベル鈴が鳴るねね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 へーみたいなやつをなんか歌ってたんですよね、その4歳ぐらいの時に。その動画があって、なんかジングルベルの発音がなんかめっちゃいいんですよ、謎にジングルベルみたいな、めっちゃいいんですよその時の発音が、ジングルベルジングルベルみたいな、めっちゃなんか発音よくてビビった、なんでと思って発音よくて面白かった。しかも謎に なんでか知らんけどその時ソファーに座ってなんか歌ってたんですよ。そしたでそれ見たんですよね。そしたらなんか謎になんでって思ったんですけど、なんかツリーを持ってるんですよ。なんかツリーって飾るじゃん普通、ツリーこうやって持ってるんですよ、こうやって。それでジングルベルジングルなんでって思った。いやマジで結構なんかゆらはおちゃらけだったらしい、ちっちゃい頃。でもねあの小学校1年生になったら急に静かになった。ジングルベル、ジングルベル。何があった？そう、何があったかというと、あの今までその一緒だったその保育園とか幼稚園とかそういう友達が一人もおらずにその学校に行ったんですよ、小学校。なんか普通さなんか。おるじゃん今まで一緒におった子らとか入学とかあるじゃん、そういうのがなかった。でゆらは一人で行ったんで、小学校6年生の人とかはもうめっちゃもうなんかすっごい大人に見えるんですよ、小1からしたら。だからもうほんまに怖いっていうか緊張してて、そう幼馴染的ないるじゃん普通、それがいなくて一人で行ったからもうマジで
大変だったでね、もうあのしょもうずっとこんなで読書みたいな、ずっと読書、もう休みの日、休みの時お昼休憩で、あの2回休憩だったよ、2回休憩、どっちも図書室、ずっと図書室行くか、図書室ので本を借りて教室に行くかみたいな、マジそんな感じだった。でもいつの間にかこうなってたっていう。その6年生がアイコジ、え、マジその代だっけ、え、その代アイコジ小6の、え、ゆらが小1の時小 6? アイコジ、すぐ新しい友達作った、だからそれができなかったんですよ多分ゆらは。そうなんです。そう、小 6? サーヤンか、サーヤン、中学生か、そっか、いや本当にすごいよね。最近めっちゃねサーヤンにねだるがらみしに行ってるんだ、サーヤンみたいなゆらもなんかもうやばいよ。ああ、うん、梅野ちゃんかわいい、ありがとうございます。だるがらみっていうの JK 語、え、そんなことはなくない、だるがらみ。ひらさ、今までねホテルの部屋がねなったことあるのがねパセリとアイコジなんですよ。めっちゃね結構落ち着くんですよね。あ、今日パセリにも会えた、てかピンマイカ、四国とピンマイカには会えました。そうなの、マックスとねきさんハート100個ありがとうございます。え、待って、さっきもなんかくれとった気がするんだけど、あ、マックスとねきさんかわいい、ありがとうございます。ゆうくんさんバラありがとうございます。ぶんにーちゃんさんお疲れありがとうございます。なんかいろいろ読んでなかったごめんなさい。そう、パセリは舞浜、起こしてくれたの、どっちもどっちもに起こされとる、嬉しい。てかマックスたぬきさんのアバター変わった、めっちゃ可愛い、これゆら、こういうのこういうのが好き、なんかわかる、と面白い可愛いみたいな好きなんですよ。ちょっと本当に鼻が死ぬ、本当になんかね今日もねもうずっと裏でね鼻を噛んでたんですよ。だからさ絶対さ絶対ここら辺と、てか今日メイク取れてたんだよね。だからりんこちゃんにさ今日さヤッホーって言った時にさ、あれ今日すっぴんって言われたもん、もうめっちゃ取れたもん今
だってダンス踊ってメイク取れるし、それプラス鼻をかむからここら辺のメイクも取れるの。もうやだやばかったよ。てか前髪切りたい、急なあれですけど、まあ、もう眉毛もない。あ、なんかゆら最近思うんですけど、めっちゃなんか大人になりたい、大人っぽくなりたい、大人になりたいじゃなくて大人っぽくなりたい。皆さんは大人っぽくなるために今まで頑張ったことありますか？頑張ったことある？あ、みずほちゃんやっほー、ありがとう。見つけた、え、もう見つけた、マジですぐ。え、てかさ、めっちゃ、え、なんかさ、みずほちゃんさ、なんかめっちゃさ、なんかイメチェンしてた気がした。なんかイメチェンした気がした。え、イメチェンした？なんかあの髪の毛なんかイメチェンしたみたいな出しとったけどさ、え、なんかめっちゃイメチェンしたって思ったよ、ゆら思った。めっちゃイメチェンしたくないって思って、可愛かった。そう、16歳、16歳です、私は16歳です。でももうちょっとで17歳、イエイイエイ。イメチェンした自分でも、え、めっちゃ可愛かった。なんか前髪が結構なんか重い感じになっとったくないって思ったんですけど、でね、そう、多分ね、みずほちゃんとか、そう、あのゆうちゃんとかのことなんですけど、そう、あのね、ゆらのねファンの方さ、夢のちゃんだ、そう、夢のちゃん、そう、な、まあゆうちゃん、まあ間違ってはないよねそう、なんかそう、その二人、多分その二人なんよ、その二人のことをね、メンバーがね、あのあれ、ゆら、なんかゆらちゃんのファン、池田ちゃんのファン、なんか可愛い女の子何人かいたくないって言ってて、絶対その二人のことだよ、言われた。イエーイ、嬉しい。そう、オレティー、オレティー、オレティー、かわいい。そう、あのね、もう本当にかわいい、可愛い子がね、ゆらのことをしてくれるなんてね、本当にゆらももっとね、可愛くなりたいです。うん、本当に、あ、応援したって、ほら、そう。そうなの。池田ちゃんより可愛いな、いや、マジで結構間違ってないよ。本当に可愛いんですよ。皆さんはね、そう、皆さん、そう、かわいいね、そう、本当に可愛い方もいて、かっこいい方もいると思います。そう。猫はこたつで丸くなる。ヘイ。そう。でもまあ皆さんね、ゆらを推してる時点でイケてますよ。そう。イケてるから、みんな。
みんなイケてるの。ユラを押してくれてるみんなはイケてる。イケてるから自信を持ってください。私がイケてるって、イケてるよーってなるから。一緒に自信を持って頑張りましょう。そうユラもいつもあのイケてるよってみんなに言ってもらってるので、でも皆さんもイケてる。そう。もうユラのファンの人って本当になんか年齢層がねいっぱいなんですよ。いっぱいなの本当に。そう。いっぱい本当に。なんか30代ぐらいの男性もいれば40代の男性もいれば50代の男性もいれば60代の男性もいれば70代の男性もいるかもしれないけど、あとそういっぱいいて、それでそう女性もその20代の方とか10代ぐらいの方、10代20代の方から本当になんかユラのママユラのママぐらいの方もいて本当に嬉しい。本当に嬉しい。そう、本当に本当に本当に嬉しい。みんな、そう、いろんな世代のね方から応援していただけて嬉しい。うん。そう、最強イケてるから、やっぱみんなイケてるから。ってことですよ。さあ、ってことで皆さんね、よろしくお願いします。これからもいや、もうなんかもっとイケてるようになりたいですね。いけてるよーってなるようにね、頑張りますね。ってことでね、皆さんそろそろ終わりたいと思います。ゆたゆもひかねなそさん、だるま100個ありがとうございます。マックスたぬきさん、バラもありがとうございます。よろしくみんな、イエイイエイイエイ。じゃあ終わりまーす。そろそろ。少なくともソロ化するまで、え待って、なんでその期限が決ま、期限はもう永久なので、そんなそういうのないんでね。はい。あ待って、タムタムさんいる。ちょっと待って、出します。髪髪髪。いた、いたいた。ありがとうございます、タムタムさん、ゼッキー、イエーイ、ゼッキーありがとうございます。見える？イエーイ。鼻声、わかる？わかる。やっぱなんか本当にしんどいんだ鼻の風邪はね、マジで嫌い。はい、イエーイ。え、ずっとあった、マジ？先出せばよかった、ありがとうございます。イエーイ。オッケー。イエーイ、ありがとうございます。 ありがとうございます。あ、じゃあその一瞬抜けた時かも、タムタムさんいるみたいな言った時。そう、ありがとうございます。イエーイ。じゃあランキング読んでいきたいと思います。
配信ギリこれでよかった、お嬉しい。じゃあ読みます。はい、13位コウジさん、12位マスターさん、11位マックスたぬきさん、10位ハリさん、9位マスオさん、8位ハーダさん、7位ユマポンさん、6位モヒカンダイナソーさん、5位むっちゃんさん、4位大村さん、3位てっちゃんさん、2位赤いマフラーさん、そして1位はドゥルルルルルドゥン、タムタムさん、ありがとうございます。せーの、いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日もタムタムさんはいけてるよ。ありがとうございます。では終わります。ありがとうございました。皆さん今日もお疲れ、お疲れんこん、明日も頑張りましょう。あったかくして寝て寝て、ありがとう、みんなありがとう、たくさんお大事に寝て、ありがとうございます、ありがとうございます。ではおやすみみゼミ、おやす、お疲れんこん、ではまた明日ね、メール送ります今から、バイバイ、おやすみなさーい、おやすみー。